ひし形ウレタンフォーム素材を使用していて、弾力性があり、寝返りを打ちやすい仕様です。空気を含むことで膨張し、8cmの厚さまで自動で膨らみます。縦192cm 横 65cm とミニバンの後部座席にフィットする手頃なサイズ感もポイントです。約 10cm の極厚フォームで自宅のベッドのような寝心地が期待できる自動膨張式マットレス。逆止め弁を操作することで空気の注入、排出時の逆流を防ぐので収納、加圧が簡単に行える仕様です。持ち運びに便利な付属の収納ケースはポンプとしても使用できるため別途空気入れを用意する必要がありません。アウトドアでも自宅のような寝心地を得たい人はチェックしてみてください。約63/195cmと成人男性でも比較的ゆったり使えるシングルサイズのインフレーターマット。本体側面に連結用のボタンがついており、2つつなげてダブルサイズでの使用も可能。収納時は直径約15×70cmとコンパクトに収まるので持ち運びがしやすく便利ですね。複数個を連結させて使いたい人、カップルや家族でのキャンプにうってつけです。表面に通気性の高いオックスフォードを使用しているマット。高い防湿性を持ちながら、汗取り性能の面でも非常に優秀で、登山など汗をかくアウトドアシーンにはうってつけ。また滑り止め加工が施されており、滑りやすい場所にテントを設置した際も、良好なグリップ力を発揮します。地面から伝わる不快な凹凸感を軽減できる、寝心地の良いマットです。280cmの広々サイズなので、ゆったりと足を伸ばした状態で眠れます。最大 7mm の厚みは、地面の凸凹や段差をしっかりと吸収し、屋外でも快適な睡眠をサポート。気候や温度に合わせて選べる、サラサラで、汚れにくい、ポリエステル生地と、接触冷感のあるスウェード調生地を使用した、2way タイプです。空気口径 22mm の大型二重バルブを搭載。マットの生地は汚れてもさっと拭き取れるため、お手入れが楽ちんですよ。折りたたみ収納が可能なので持ち運びやすく、急な来客用の寝具や長距離運転時の仮眠用、災害時の備えとしてもおすすめです。表面素材にポリエステルを採用。PVC 加工を施すことで強度と防水性を高めているマットです。内部には弾力性の高い厚さ 3.5cmのウレタンフォームを使用。快適な寝心地です。バルブを開けるだけですぐ膨らむのもありがたいですね。幅 110cm のダブルサイズなので大人2人が余裕を持って寝転ぶことができます。カップルで登山やキャンプを楽しむのにもまた一人で広々と使うのにもおすすめできるマットです。約 10cm の厚みと伸縮性のある生地により、体を包み込むような寝心地で快適な睡眠をサポートします。オートマチックエアバルブ方式を採用し、バルブを開くだけで自動的に膨らむため、アウトドア初心者の人でも気軽に使用可能。仕上げにエアポンプ付きの枕で空気を入れることで、自分好みの硬さに調節できます。アウトドアでも寝心地に妥協したくない、という方に試していただきたい、インフレータータイプのマット。贅沢な 10cm 厚のウレタンを採用しており、空気を入れることで、アウトドアマットとは思えないような弾力のある質感になります。マット、枕はそれぞれ、丸洗いできるので、常に清潔な状態で使えますよ。シーツ部分の肌触りが良いのも魅力です。表面は肌触りの良いスウェード素材を使用し、中にはクッション性に優れたウレタンフォームを採用するなど、アウトドア特有の寝心地の悪さを軽減した作りです。2つのバルブを開くと約2分で自動的に完成するので、初心者でも簡単に設営可能。マットの裏面には、滑り止め加工を施している上、
両サイドのボタンで連結も可能と、細部にまでこだわった仕様です。アウトドアでも寝心地の良さにこだわる人は試してみてくださいね。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。